さん来ました。乾杯。今は多分夕日ですよ。夜がすごく人気あるね。さあ、稻城来ました。今日は夕日を見に来ました。でもうこんな人いっぱいいっぱいで、とりあえずビールを飲みましょう。没关系。好，西瓜发的都可以搭。ここは週末はそういう店が多いですよ。みんな自分デザインのものをちょっと、あれ卵のパパかわいい。みんな手作りのものとか自分のデザインもの。可愛いですよね、女性は。さっきのあの外地のチョーキの方が美味しそうかな。这边有生啤吗？生啤，我要一杯，然后薯条一份。那我要买大的。薯条听你喝，两桶水。好，那没关系。よかった、席がありました。シダは店ですよ。なんか食べ物とビール、飲み物、全部シダで頼んで、で自分席を探してる。上もまあ店と関係ない自由席、下も全部自由で、ちょうど上あったらもういっぱいいっぱい満席で。乾杯。海を見える、川、海。あ、不好意思写真撮るな、ちょうど。
い感じですね。今浴衣だからちょっと涼しい。夏でも風があって、このたまにはその冷たいの空気を出して、これこれこれ結構涼しくなるよ。最近はずっと週末の天気悪くなる、まあ、そういうイベントを多分みんなも久しぶりですよ。昨日も大雨だったのに、よかった。食べ物を頼みましたのは、鸡蛋仔、抹茶味。ちょっとた、ケーキ、卵ケーキみたいで。あとこれ、下のビルと買う店のポテト頼みました。食べ物はちょっと高いですね、ここは。まあ、ビル、そういう酒売ってるところ大体そうかも。鸡蛋仔、鸡蛋はエッグ、鸡蛋仔、もともと韓国からのデザートみたいね。なんかどら焼きの皮だけみたいの、卵焼き、卵で作ったの。抹茶味にしました。さっき暑い時もうちょっとパリパリだけど。ドリル日本も有名ですか？これ台湾最近すごく有名で、中はちょっともちもちで、で代わりがパリパリ、周りね。今は多分夕日ですよ。でも今日の天気はそんなに一番いいじゃないかな。隠れちゃった。でもまだ綺麗ですね。あの海がちょっと映って出るから。これはいい感じだね。ビールゆっくり飲んで、この人を見てるとか、海を見てる、太陽を見てる、川を見てるね。もう呼ばれましたよ。また来ますよ、夕日を。すごく綺麗の見えるのために、また来ます。それでは乾杯。もう暗くなってましたよ。トライは電気をつけますから結構綺麗ですね。で帰るときはこのコップを店に返すとゴミを捨てていくね。もう全部綺麗になって、次の人を すぐ使えるように。じゃあ行ってきます。夜がすごく人気あるね。
夜も綺麗ね。なんかのんびりの感じが、まあ、来週も頑張れるように。